カルロス・フェリペペーニャは、ドミニカ共和国、サントドミンゴ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ドミニカ共和国サントドミンゴで4人兄弟の長男として生まれる。幼少期の頃に、家族でアメリカ合衆国に移住した。1998年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから1巡目指名を受け、プロ入り。 7月24日に正式契約を結んだ。レンジャーズと契約を結んだペーニャは、同年、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レンジャーズと A 級、サバンナ・サンドナッツと a 級シャーロット・レンジャーズの3階級でプレー1999年は a、a 級シャーロット、2000年は、A 級タルサ・ドリラーズ、2001年は、 トリプル A 級オクラホマレットホークスへと昇格していった。そして9月5日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューを果たし22試合の出場で打率258.3本塁が12打点を記録2002年1月14日にマイク・ベナフロと共にジェイソン・ハート、ライアン・ラドウィック、ジェラルド・レアード、マリオ・ラモスとのトレードでオークランド・アスレチックスに移籍 アスレチックスで開幕を迎えたペーニャは4月にアメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞するなど会長にスタートした。しかしその後40試合に出場地点で打率218と振るわなかったため5月21日に参加のトリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツへ降格。GM のビリー・ビーンはペーニャを高く評価していたがビリーは自分が評価する以上に 周りが評価するようになったと感じたため、トレードを拡作2002年7月5日、デトロイトタイガースとニューヨークヤンキースが絡む三角トレードでペーニャはタイガースに移籍した。移籍後は75試合に出場し、打率253.12本塁が36打点という成績を記録。特に打率は移籍前の210代から 大幅に上昇した。守備では73試合638.2インニングでファーストを守り3失策、守備率996という安定した守備力を発揮した。2チーム系では115試合に出場し、19本塁打を放って長打力の片鱗を見せた。シーズンオフにはルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票で8位にランクインした。 2003年は一塁のレギュラーに定着し、131試合に出場して規定打席に到達した。しかし、打率248.18本塁が50打点という、冴えない打撃成績に終わり、守備でも大体筋を痛めていた影響により冴えなかった。この年は、128試合の一塁守備で13、失策を犯し、守備率、 990DRS6 だった。2004年はいずれも自身初となる25本類が80打点のラインをクリアする成績を残したが、打率は前年から低下して241となり三振も量産するなどパッとしない状況が続いた。対して守備では安定した成績を記録した。なお、低打率を解消すべく、 外角のボールは逆方向に弾き返し、結果的に長打の多くは流し打ちの打球であったなど改善に向けた姿勢は現れていた。2005年はハイペースで本塁打を生産し79試合で18本を記録したものの低打率と三振の生産ペースも相変わらずであった。特に左投手に対しては打率157とほとんど打てなかった。 一塁守備も、またしても低下して、DRS は、マイナス7だった。この年は、クリス・シェルトンが対頭してきたことも重なり、ついにレギュラーの座を失うことになった。2006年3月26日、タイガースを解雇された。2006年4月15日、ヤンキースと契約を結んだ。契約後は、参加のトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズでプレー 105試合に出場し、バッティング面では打率、260.19本塁が66打点という成績を残したが、結局メジャーに昇格することなく、8月16日に解雇された。ヤンキースを解雇された翌日の8月17日、即座にボストンレッドソックスと契約を結んだ。8月28日に、 メジャー昇格を果たしたが、18試合に出場しただけで、自慢のパワーはなりを潜め、本類らはわずか1本だった。結局、10月13日に FA となった。タンパベーレイズ時代2007年1月29日、タンパベーデビルレイズと契約。招待選手として、スプリングトレーニングに参加した。しかし、3月30日にマイナー降格を通告された。 しかし、メジャー枠に入っていたグレッグ・ノートンが開幕直前に故障したため、開幕をメジャーで迎えた。メジャーで好調を維持したペーニャは、一塁のレギュラーに定着。9月3日のボルチモア・オリオールズ戦で、ホセ・カンセことオブリー・ハフの34本塁打のシーズン球団記録を更新し、9月26日のヤンキース戦で、 ホルヘ・カントの117打点のシーズン9団記録を更新。最終的にはアメリカンリーグ2位となる46本塁打を放ち、リーグ4位となる121打点を記録し、シーズン終了後にはカムバック賞とシルバースラッガー賞を受賞した。2008年1月25日、総額2412万5000ドルの3年契約に合意。 序盤は打率が2割程度と低迷し骨折による離脱もするが次第に調子を上げ30本100打点をクリアして昨年両リーグ最低勝率から地区優勝に躍進したチームの手法として活躍した2009年は低打率ながら開幕から本塁が争いでトップを独走オールスターにも初選出しかし9月7日のヤンキース戦で 先発投手の CC サバシアから手先に支給を受けて退場。両指骨折でシーズンを終え、本塁打争いでは最終的にマークテシェイラに並ばれたが初の本塁打王を獲得した。2010年は、ズ遺席以来3年連続で記録し続けていた30本塁打100打点のどちらにも届かず、その上、規定打席に到達した打者の中ではアメリカンリーグ唯一。 メジャーリーグ全体でも2人しかいないシーズン打率200未満を記録するなどレーズ遺跡後で最低のシーズンとなった11月1日に FA となったシカゴカブス時代2010年12月8日にシカゴカブスと1年契約を結ぶ2011年4月は本塁打なしと低調なスタートを切るが5月から6月までで17本塁打を放ち復調 最終的には、例年通り打率は、225と低打率ながら、リーグ3位の101式を選び出塁率、357を記録し、本塁打でもチーム最多の28本塁打を放った。10月30日に FA となった。タンパベレーズ時代2012年1月20日に1年725万ドルで、レーズと契約。 本類打を19本記録するも打率は、規定打席到達者で、リーグワースト1位、MLB 全体でもワースト1位のリーグ唯一、MLB 全体でも唯一の自身2度目となる打率、200未満の197を記録してしまった。さらに、自己ワーストの182三振を記録。アンダ数98本は、規定打席到達者では、ジェマイル・ウィークスと並んで、 リーグワースト対 MLB 全体でも同選手と並んでワースト対記録で同選手が118試合の出場に対してペーニャは160試合の出場での記録でありなんともお粗末なシーズンだった10月29日に FA となったヒューストンアストロズ時代2012年12月17日に ヒューストンアストロズと年俸290万ドルの1年契約を結んだ。打席数に応じて最大で140万ドルの出来高がつく。2013年は85試合に出場したが打率が209と例年通りの低打率が続き、7月21日にリーフとなり7月31日に解雇された。トリプル A 級オマハ時代2013年8月27日に カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレー後9月3日にメジャー昇格し4試合に出場した。10月31日に FA となった。2014年1月28日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだが3月23日に放出された。 テキサスレンジャーズ時代2014年6月18日にプロ入り時の古巣レンジャーズとマイナー契約を結び6月24日にメジャーへ昇格昇格後は18試合に出場したが打率は136と結果を残せず7月17日にリーフとなった7月19日にトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスへ降格8月17日に解雇された 12月2日に MLB ネットワークの解説者に就任したことが発表された。2015年9月18日にレーズと1日契約を結び、正式に引退を表明した。バッティング面での特徴は、桁外れのパワー。また、マイナー時代は、打率も高かったが、ミートは、決してうまいとは言えず、メジャーでは、打率が、250を下回るような年も多かった。 また、それゆえに、毎年出場試合数と同程度の三振を喫している。2007年はそのパワーが一気に開花した形となった。これは、インコースに対応できるようになったことと、ボールをじっくり見ていく姿勢に変わったためと言われる。走塁面では平均を下回る。ただ、マイナー時代の2000年には、失敗例で12投塁を決めている。守備は堅実で、 2008年は132試合に出場し、エラーはわずか2つ、守備率は998で、これは同年のメジャー全一類主中トップの成績である。ありがとうございます。